Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo? In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. りなこです。24歳です。うららです。23歳です。お二人はお仕事何されてる方ですか？アパレルディレクターをしています。フリーランスでフォトグラファーをしています。アパレルのブランドをやっていまして、そこのディレクターをやって、時々アンバサダーちゃんとして一緒に洋服着て。そういうことなんですね。今日身につけてるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？これがセリーヌのサングラスです。これイヤリングが私のブランドのランクリックっていうところのサングラスが7万いくらだったかです。こっちが3000円くらい。このワンピースもランクリックの新作です。かわいい。こちらも1万2000円くらい。こちらがチャールズ&キースのこれから発売するやつで、多分1万円くらいだと思います。なんでお姉さん未発売のそれを？担当の方、チャールズ&キースさんからいただいて宣伝しています。靴は韓国の市場で1000円〜2000円くらいだと思います。あ、ブランドとかないですか？じゃ あ、ないです。市場のおばちゃんから買うやつですか？あ、そうです。ちゃんと値切りました？値切りました。もともと4000円ぐらいだったんですけど、多分2000円とかにしてもらいました。ネックレスもランクリックです。これは3000円ぐらい。イヤリングとネックレスどちらも錆びないので、ずっと夏場も汗かいても大丈夫です。落ちない色が。すごいですね。すごい、ありがとうございます。じゃあ右のお姉さん、これがジェントルモンスターのサングラスです。3万円ぐらいだった気がします。はい、ランクリックの新発売のお洋服です。案件みたいになった。案件ではございません。たまたまです。1万2000〜3000円ぐらいですね。かわいい。はい、これは韓国のブランド。靴も韓国のノーブランド。3000円か4000円ぐらい。バッグも2000円とか。ネックレスも韓国のブランドです。すいません、これも1000円ぐらい。1000円ぐらい。はい、ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか？私は普段自分のブランドの洋服を着ることがほとんどなので、それに合わせて買うものを2、3万ぐらい買うと思います。で、私もランクイックのお洋服よく着るので同じぐらいですかね。それ以外で3万、使うときは5万ぐらい。お姉さんはこのブランドの中の人ではないけど、結構好きだから本当に着てるってことですか？はい、そうですね。なんか素材もすごい涼しそうですね。涼しいです。ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど品質にこだわってるので、はい、涼しいしシワにならないので、私はずっと愛用してます。もう自分の洋服をシワに本当にならないし、そう、生地が大体全部いいです。最後にお二人の将来の夢とか目標とか、どんな些細なことでもいいのであったら教えてください。スローライフを送ることが夢です。働きたくないと。はい、頑張って若いうちに働いて、ね、早めリタイアしてのんびり幸せに過ごしたいです。いいですね。いいですね。私は今やってるランクリックというブランドをもっともっと多くの方に買っていただけるように、全国でポップアップができるぐらいにしていきたいと思っています。あとはインスタをもっと頑張って、あと YouTube を始めるのが夢です。倉金コーマ、16歳です。16歳？16です。え、大人っぽいですね。高校生ですか？高2ですね。高2、今日お休みですか？今日学校終わりで古着屋巡ってる感じですね。あ、サボってるわけではない。サボってるわけではないです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドって買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、このジャケットがだいたい50年代ぐらいのヴィンテージのジャケットですね。リバーシブルになってて、かっこいい。これ1万6800円ぐらいですね。タンクトップ、これはもう普通にユニクロのやつで、まあ、着心地シーンで着てます。1000円ぐらい。ネックレスがピール&リフトっていうパンク系のブランドで1万円ぐらいです。ベルトとかはリサイクルショップとかで、だいたいどれも1000円500円とかそんぐらいですね。パンツがバレンシアガで、中古で買ったんで10万ぐらい。靴がバンズのスケートハイで、今日下ろしたばっかで、だいたい7000円ぐらいですね。7000円ぐらい。メガネ、これアマゾンで買って1000円ぐらいのチャッチーやつです。リングがまとめて500円とかの安いやつで、こっちもそうなんですけど
毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？だいたい5万から10万ぐらいですかね。高校生バレンシアガ履いてるってすごくないですか？まあ頑張りました。アルバイトで？アルバイトしてなくてメルカリとかで古着売ったりみたいな。それでお金を貯めて。そうです。本当お洋服好きなの？そうですね、服がもう大好きですね。なるほど。普段香水つけますか？香水はあんまつけなくて、今日珍しくつけてるんですけど、家にあったよくわかんないやつ、いい匂いやなって。これお母さんのやつです、ね、お母さんなんか異性につけてほしい香水の香りとかあります？植物系が好きでお母さんにプレゼントしたんですけど、ルラボ、すごいいい匂いでしたね。へえ、めちゃくちゃ優しいですね。将来の夢とか目標とかあったら教えてください。古着屋やりたいですね。いいですね。ありがとうございます。ももこです。24歳です。お仕事は何をする方ですか？モデルのお仕事をしています。これに出たよとか言える範囲で。大阪の今宮神社の福娘っていうのをやってました。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？トップスがソリンで、多分1万2000円ぐらい。スカートがザラで7、8000円ぐらい。下のパンプスがチャールズ・キールズで7000円くらい。ありがとうございます。バッグはシーシー7000円くらい。このリングはお友達からいただいたものなので値段わからないんですけど、ジュエッテのものです。ピアスがセネのもので2,000〜3,000円くらいです。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？毎月だいたい3万から5万円くらい使います。はい、OK です。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることあります？私身長が156で、あんまり高い方ではないので、ちょっとでも大人っぽく見えるようなスタイリングを心がけてます。今日大人っぽく見えるスタイリングのポイントはどの辺になりますか？この洋服なんですけど、オフショルにもできたり、ここでちょっと肌感が見えるような大人っぽい女性を目指して組みました。とてもセクシーな感じですね。はい、ありがとうございます。OK です、ありがとうございます。普段音楽はどんな音楽を聴きますか？バウンディとか聴きます。本当はジャニーズが好きです。ジャニーズが好きですか？ジャニーズ何が好きなんですか？平成ジャンプが好きです。何推しですか？山田くんです。山田くんに一言。山田くん31歳になってもかっこよすぎてファンやめ出ません。大好きです。ありがとうございます。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。みんなさんの目につくようなでっかい広告のお仕事がしたいです。27歳俊介です。23歳ナナミです。お二人はお仕事は何をされてる方ですか？僕は不動産系の仕事をしてます。コールセンターです。カラムさんの方から今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？ワンピースがパブリック東京で、インナーがユニクロ。ワンピースが3万円くらい、ユニクロはもう2000円くらい。アクセサリーはノーブランドかな。ネックレスがナオト小島でプレゼントしてもらいました。タルさんから。そうです。それはセンスが光りますね。バッグがポーチでおばあちゃんからもらいました。タルさんの？あ、そうです。素敵ですね。サンダルウーファスですね。ここなんかそんなテカテカしてるやつあるんですね。そうなんですよ。ちょっと厚底になってて今は3000円くらい。普通のウーファスよりちょっと高いですね。ちょっと高いです。じゃあカレさん、同じように上から下までブランドで買った時の値段教えてください。メガネがアイバン7285で6万くらい。のトップスが H ビューティー&ユースで、さっき買ってきて今出ます。嬉しくなってちょっと来てもらって。ベルトがトリーレザーのフックベルトみたいな。1万2000円くらい。パンツが深夜小塚、これが2万2000円くらいだったと思います。靴がオーシャラブチェンスキー、多分メルカリで買って1万8000円くらい。指輪系はもう全部古着で買っちゃって、バングルがリュウっていうお店のオリジナルのバングル。へえ、かっこいい。中村さんってあの YouTuber の方がやってるやつで、はい、かっこいいですね。ずっとつけてます。2万くらいです。ネックレスは古着屋さんで買ったやつだと思います。3000円くらいです。ですね。はい。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか？平均5万くらいだと思います。はい。私もあんまり変わらないけど、好きによって5万超えちゃう時もあると思います。香水はつけますか普段？香水はつけます。何をつけてますか？マルジェラのレプリカの名前忘れちゃったんですけど、木っぽいやつ。ウッド系ってやつ。ウッド系ですね。はい。私は白のホワイトリリーを使います。異性につけてほしい香水の香りとかってなんかあったりします？爽やかな匂いがいいなって思いますね。
ね、白のやつはすごいいいなと思いますね。原さんどうですか？今つけてるバルジェラの香水もすごく好きで、前何使ってたんだっけ、ジェイセントっていうところの黒皮っていう匂いあるんですけど、あれすごく好きです。お二人のマイブームあったら教えてください。ゲームしてます。二人でやってますか？二人でやるんですか？原さんも。やります。意外。最近2人で始まりました。いいですね、楽しそう、はい、最後にどんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください。ずっと幸せな家庭築きたいって思って生きてるんで、それに向かって仕事してるだけです。いい人ですね。そうですね、理想だなって思うのでそれについていくような形で支えていけるように。なんか今、はい、いい気持ちいい。ありがとうございました。松田桃香です。25です。お仕事は何されてる方ですか？お仕事はヘッドスパしてます。美容さんじゃなくてこう専門店で働いてます。ドライヘッドスパですか？いや、濡らしてする。濡らしたやつって美容さんじゃないとできない。あ、そうですね。あ、美容さんだけど、はい、今はヘッドスパ。そうです。じゃあ桃香さん、今日身につけてるもの上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、このキャップがリッキーズなんですけど、セールで2000円ぐらいで買いました。 T シャツが古着で4000円ぐらいです。パンツも古着なんですけど、これが7000円ぐらいでした。スニーカーがバンズ。え、バンズなんですか？そうなんですよ。1万5000円ぐらいでした。この模様は何なんですか？模様わかんないです。なんだろう、わかんないです。バッグがディーゼルで、これもセールで6000円ぐらいで購入しました。これイヤリングなんですけど、はい、500円ぐらいだった気がします。あ、そうです。ありがとうございます。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？1万から2万ぐらいですね。はい。ファッションのこうインスピレーションをどういうところからこうインプットしてるんですか？あ、ピンタレストが多いです。なんか憧れてるインスタグラマーとかインフルエンサーとか芸能人とかいます、ね。はい、ファッション的に。みゆきさん、インスタグラマーの方で。OK です。ありがとうございます。はい、マイブームあったら教えてください。ドライブが好きです。ドライブ、自分で運転するんですか？はい、したいです。最近どの辺行きましたか？鎌倉しかまだ行ってないです。ありがとうございます。どんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。私、地元福岡なんで、福岡でもスパできるように頑張りたいです。私、周期海二と申します。アジアマンです。中国から、はい、中国の方で。あ、日本に住んでらっしゃるんですか？そうです。大阪に住んでます。遊びに来てるか？出張なんです。お仕事はお二人何されてるんですか？私はバイヤーさんですね、はい、ブランドのバイヤーさん。そうです。ブランドじゃなくて古着なんです。古着のバイヤーさんなんですね。今買い付けに来てるんですか？そうですね。すごい、なるほど。僕はあれ、中古車販売の仕事をやってます。大阪で。大阪で。車何が好きですか？スカイライン R32 番。 OK、 ありがとうございます。じゃあ、カノンさんの方から今日身につけてるものをブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？中国のネットタオバオっていうアプリなんですけど、2000円ぐらいです。2000円ぐらい。これはピンズの古着屋さんで買ったんですけど、だいたい4000円ぐらい。このベルトはグレープフルーツムーンの古着屋さんで買った、だいたい5000円ぐらいですね。スカートはリメイクのキキっていう高円寺の古着屋さんで買ったんですけど、だいたい1万円ぐらいですね。かわいい。靴下はタオバオのアプリで買ったんですけど、500円ぐらいです。500円ぐらい。靴は古着屋さんで買ったんですけど、5000円ぐらいです。5000円ぐらい。はい。これは雑貨屋さんで買ったんですけど、600円ぐらいですね。ピアスは福岡のトップオブザヒアーの古着屋さんで買ったんですけど、4000円ぐらいですね。4000円ぐらい。ネックレスはタオバオっていうアプリで、これ1個だけですよ。だいたい2000円ぐらい。指もすごい可愛いですね。一番お気に入りのリングどれですか？これです。どこで撮ったんですか？これは高円寺の雑貨屋さん。雑貨さん。これは1000円ですね。OK です。ありがとうございます。彼さん聞いてもいいですか？ T シャツは知らないの古着屋さん買ったやつ、500円ぐらいです。パンツはあれウィーグ古着屋さん買ったやつ。あ、ウィーグ先ほど買いました。4000ぐらいで。バッグはなんか有名の古着屋さんピクタ買ったやつ、大体7000ぐらいかな。時計は日本のブランド。カシオ。はい、G-SHOCK の。おお、G-SHOCK。7万ぐらいかな。リングは日本のブランド、アガードです。彼女とセットです。ゴールドとシルバーで。そうです。かわいい。6万5千ぐらい。セット。1つ6万5千ぐらい。これとリングは。プラダ。プラダ。これは。1個ずつ。1個ずつ。別の古着屋さんで買ったんです。プラダいくらぐらいしました？2万ぐらいかな。2万円ぐらい。ベルトはもう知らないの古着屋さん買ったやつ。4千ぐらい。あれ、シューズはスピンドブランド、フェブリックのショップ買ったやつです。2万ぐらいです。OK、ありがとうございます。以上です。
普段お洋服にいくらぐらいお金使いますか、毎月。大体3万5万くらいかな。3万から5万くらい。私も毎月5万ぐらい。オッケー、ありがとうございます。なんか日本のこういうとこ好きだなみたいなとこあります？食べ物が一番好きなと思って、あとファッションのことが一番。へえ、でも中国の食べ物めちゃくちゃ美味しくないですか？そんなことない。日本の方。あ、そうなんですか。へえ。俺は一番日本好きな理由は JDM の車の文化が一番好き。車の文化、日本はアジアで一番強いです。ありがとうございます。最後にどんな些細なことでもいいので、はい、2人の夢とか目標とかあったら教えてください。私の夢は40歳前に海外、中国、アメリカ、ロシア、韓国、いろいろな国に旅行にしたいと思って。いいですね。なんか僕は40歳まで億万長者になりたいです。億万長者に。いいですね。22歳です。キラリです。23歳で、レナです。お仕事は何をされてる方ですか？サロンで働いてます。眉毛とか、まつ毛とか。アイリストさん。そういう感じです。私もアイリストです。あ、そうなんですね。はい。同じ職場ですか、2人は。全然違います。お姉さんから、今日身につけてるもの、上から下まで、ブランドと肩丈のお値段聞いてもいいですか？帽子は、わからないんですけど、古着屋さんで買いました。2000円ぐらい。このメガネは、シーンで、500円ぐらい。500円ぐらい。このリングは、古着屋さんで、かわいい。2000円ぐらい、で古着屋さんで買いました。これはママからもらいました。これグッチでも動かないです。あら、もう普通にアクセサリーとしてつけてます、はい、このワンピースも H&M、 このレースのやつはシーンで、これは1500円ぐらい、これも本当に500円ぐらいこれはアクセサリー、ユニクロ、ユニクロで800円ぐらい、800円ぐらい、これはララ4000円ぐらい、4000円ぐらい。バッグはママからお下がりでプラダです。かわいい。ネックレス、はい、これはちょっと忘れちゃいました。これ全部ママのじゃあママのってことにしておきましょうか、はい、OK、 じゃあ右のお姉さんも聞いていいですか、はい、メガネがシーンで600円ぐらいかな、600円ぐらい、スライで3000円、4000円いかないくらい、これが See You Yesterday の2万円ちょっとぐらい、これがシーンで、靴がサンバです、スカートは1000円くらい、靴は1万忘れちゃいました。サンバですか？そうです。なんか珍しい色ですか？そうなんです、ベージュで可愛くて買っちゃいました。いい、ね、リングがこれはママのお下がり でこっちトリーバッチです。で、これあのもらいました。あ、もらいました。誰からもらったか、彼氏で。あ、おめでとうございます。以上です。お洋服に毎月いくらぐらいお金を使いますか？2万ぐらい。2万ぐらい。2、3万くらいです。香水とかつけますか？普段つけます。何つけてますか？今日は彼氏のシャネルの香水で、普段はイブさんの濃いピンクのやつです。私もイブさんの薄いピンクの方つけてますお皿にしたわけじゃないです。それぞれ異性につけてほしい香水の香りとか。あ、強くないのがいい、優しい感じの、優しい感じのいい匂いだったら何でも好きです。何でも好き、はい、好きだったら ね何でも OK、 どんな匂いでも OK、 はい、 OK です。ありがとうございます。マイブームあったら教えてください。食べること。今ピザスラ行ってきました、その前アサイボール食べました。すごい食いますね、はい、なるほど。一番好きなお店それぞれ一つずつ教えてください。最近めっちゃハマってるのがスタバのストレートティーにモカシロップ追加して飲むのがめっちゃおすすめです。ハンバーガー屋さんだったらどこでも。どこでも、マックでもいいです。あ、マックも OK。最後に、どんな些細なことでもいいので、お二人の将来の夢とか目標とかあったら教えてください。幸せになることです。いつか自分のお店持ちたいです。おお、二人とも素敵な夢ですね。ありがとうございます。中林太一郎、年は22歳です。お仕事何してる人ですか？学生です。大学生ですか？はい。どんなお勉強してますか？経済。経済。はい。じゃあお兄さんの今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？アイウェアがオフホワイト、友達から誕生日プレゼントでもらったんで値段は OK。 上がこれユニクロ3、4000円。バッグはどこで買ったか忘れたんですけど、はい、自分で色抜き。すごいですね。もともと真っ黒だったんですか？はい、すごい。パンツはカナイジーンズを自分で染めて、これ切ってハーフにしたって感じです。あ、もともとはこの色だったの？そう、この色で。これ多分古着で買ったんで8000円とか。靴がリーボックとハバゲタイムのコラボのスニーカー、3、4年前に1万4000円とかで買いました。
これはそうですね、地元が沖縄なんですけど、はい、沖縄の川の、まあこれキーケースなんですけど、はい、そういうの作れる場所で作りました。自分でデザインと色を決めて。あー、で作ってもらうんだ。そうです、9000円とかだったと。9000円ぐらい。中はこれ地元の友達が作ってるブランドなんですけど、フランクタウンショップ。友達割で3000円ぐらいで。ベルトこれエドウィン、このバックル後付けなんですけど自分で見つけて、これどこで買ったか忘れたんですよ。かっこいいですね。オッケー。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？ 2,3 万くらい。お兄さんのマイブームあったら教えてください。植物を買うことですかね、マイブーム。最近何買いました？ビカクシダっていう南米の植物なんですけど、それのエレファントティスっていうやつを買いました。お部屋結構植物だらけじゃん。そうですね。で最後にどんな些細なことでもいいので、お兄さんの将来の夢とか目標とかあったら教えてください。あと半年後に海外に行くので、オーストラリアの方に新しいことできればな。まあまだ夢は特にないんですけど。頑張ってみてください。